僕はですね、ぴょこたんっていう名前で、こういう漫画を書いてるものです。僕は任天堂信者ね。ジャンクハンター吉田のツイッター、政治色強いから、あんまり表示させたくもないんだけど、こんなの。何に、きっこリツイートしてんじゃねーよ、お前は。何に、きっこリツイートしてんだよ。もうリツイートとか見ないよ。 吉田の僕は生の言葉が欲しいんだよ。何個リツイートしてんだよ、お前は。お前、リツイート中じゃねえかよ。自分の言葉を責任持って自分で発言しろや。なんでリツイートばっかしてんだよ、さっきから。うおーついに退院日が決まった。あさっての金曜、朝からの投石後に決定。孤独とは何なのかをたっぷり思い知らされた今回の入院劇。確かにパチンコダイナムもさ、 投石する人のね、施設になっちゃいましたし、世の中はそうやって娯楽が消えて、じいさんばあさん向けのね、健康施設が立ち並んでいくっていうね、よ世のね、もう流れなんだよ、これ。投石するために、翌週月曜日からまた週3で通うんだね。大変だよ。でも投石ってなんだっけ 自分の血をさ、うまいこと処理できないから、機械を使って血をさ、綺麗にするんじゃないのわかんないけど。もっと自分自身を極限まで追い込まないといけないので、ご飯二口だけ食べて終了。減量中に甘えは良くない。高い意識を持って徹底した自己解でも、ちょっと待って。 さ、それができてなかったから今お前はここにいるんじゃないのっていう <laughs>。その、高い意識を持って徹底した自己管理してる人は、ここでこういう感じになってなくねっていう。お前はなんだそれ。夜中絶対腹減るパターンだが、金曜日までに96キロへ体重を落とさないと、今週の俺は1キロも落とさず、何やってたんだよってなるからね。 これは僕でもちょっと、これは、ちょっとこのご飯はあんま美味しくなさそう。これ切り干し大根とこれとな、何にこれこれしか食べてないの残しちゃうのそれで。吉田さん。またなんかこう自民党だなんだやってるけど。あ、もうこれリツイートは見ないからね。リツイート興味ないから。 なんで、その、円楽が脳梗塞で入院したっていうのをリツイートしてんだよ。この情報、を吉田さんから別にリツイートされなくたって、普通に出てくるから、吉田さんこんなのリツイートしなくていいって。別に円楽が、心配は心配だけど、吉田さんがリツイートするニュースじゃねえだろ、別に。何個リツイートしてんだよ。 おいおいおい、もうリツイートオフにするよそんなことしちゃうと。吉田さんともね、僕たちゲーム信者を作ってね、全部サイン入りにして売るぞってね、今ね、計画中なんだから。あれもっといいさ、娘さんとのエピソードとかなかったな、ちょっと何神谷秀樹リツイートしてんだよ。なんで神谷秀樹は、なんか女の人二人しかフォローしてねえんだよ。この橋本真帆さんと、 めぶき、ゆきなさんっていう、元宝塚の人しかフォローしてねえんだよ。もっと岡本よしきさんとか、カプコンの仲間たちとか、腐るほどいるのに、なんでこの二人だけなんだよ。じゃあこの、橋本真帆さんは、神谷さんフォローしてんのかなあ、してるあ、でも、これさ、ずいぶん最近フォローしてね。<laughs> どういう気持ちでフォローされたりされ、され返したりしてんだだって、ピクミンブルームよりも後にフォローしてるってことは、ずいぶん最近フォローバしてないこれ。<laughs> ずーっと前から神谷さんは、この橋本真帆さんをフォローしてたけど、時間軸に沿ってこれ順番だよね。最近やっとフォロー、フォローバさせてもらったのしかも日産自動車とか、ピクミンブルームとか、この、橋本真帆さんもちょっと、ノンスタイル井上とか <laughs>、 こういうの見ていいのなんかこういう人のなんか大事なフォローリストとか見ちゃっていいの僕が。全然知らない人なのに。しかもそれをライブ配信上で、いつも家で一人でやってるこの動きをライブ配信上で見せちゃっていいの僕。まあ、ツイッターだからいいんだよね。どこからともなく老婆の断末魔が聞こえてくるのは幻聴でせうかって言って、お前は老婆の断末魔を そうやって勝手に病院のなんかのプライバシーを何やってんだよ。幻聴だろ。なんか確かに、あーって聞こえてる。あーって。でも、何をしてるの君は。 こいつ何なのこれ。宮本和馬って。こういう奴がいるからほんと世の中ほんとクソだよな。なんでこいつは、こういうことなんでするんだろう。これ、突っ込み待ちなんだよね。どう考えても。間違い探し人間でしょうよ。まず優先席っていうのがまず間違い。お前若いんだから。で、マスクしてない。はい、間違い。電子タバコ。 その電車内で捨てる。はい、間違え。椅子の座り方、まず間違え。<laughs> なんでこのサンダルをやって寝そべってんのか、間違え。なんでこんなにリアル間違い探しをそんなところで、栃木の電車でやってんだ、お前は。でも僕もやれるとしたら、パワーはそこまでないから、止めるとかはできないから、もう動画を撮るしかできない。だから動画撮ったやつは、お手柄だよ。 だって、それが全部、いろんな証拠になって、そいつが後から言った発言の矛盾とか、どんぐらいの程度の暴力なのかとか、本当に先に手を出したのがどっちなのかとか、全部証拠になるから、やっぱり僕も、やるとしたら動画撮りながら、逃げる準備するぐらいしかできねえわ。とにかく動画を撮ることは大事。だから、今、まあ結構、動画を撮ってんのが世も末だな、みたいに言うことあるじゃん。 なんか事件とか起こった時に、でもあの動画が本当になんかの証拠になるからさ、一億総マスゴミ時代、そういうことになりましたね。みんなスマホ持ってんだから。病棟のナースほぼ全員からケツの穴見られて羞恥心失った俺は、現在無敵モードと来ましたよ。何が現在無敵モードだよ。お前みたいなやつが犯罪予備軍なんだよ。それに対するレス。 入院時、尿道カテーテル抜けなくて、ナースの手に負えずドクター待ちになり、抜く作業を大勢のナースに見られながら悶絶してたのは私です。それ2018年に入院した時に似たようなことあった。皆さん可愛かったので、見守られての悶絶は最高です。何なのこの人たち。 ネタとしては完璧ですよね。多くの女子たちにチェックと言われ、次々にアスホール見られると、マゾっ気も出てくる感あり、笑なんなのお前ら。そんなくだらねえごとにずっとレスバトルしてる、お前らってなんなのこんなに長文でレスバトルしてるの。これは本当に怖いツイッターっていう世界だよ、インターネットって。 ああこれこれ僕が見たのこれだわ、えー、娘さんからね病院でこれ使えと渡されたのが動物の森のドリンクカップ水分摂取制限中ってことを知らない娘はこんな巨大なドリンクカップを渡してきてのんきなもんだわいとこういうほのぼのが僕は見たいんだよじゃあそういうことで終わりにします「